はい、どうもタクタクです。モンスターストライク、本日はガチャ動画となっております。てか最近ほぼガチャ動画しか出してませんけど、本日はですね、ガチャ30連対決ということで、30連して YouTuber が30連して一番いい人が勝ちっていうね、最下位の人は罰ゲームをするっていう、そういう企画を今回もやらせていただいております。詳しくはね、動画説明欄に概要がありますので、そちらからご確認いただければなと思います。行きましょう。では30連ですね。30連、大丈夫かな。最近ね、50連敗中、57連敗中ぐらいなんですよ。なんでも勝つべという気しかしてませんけど、行きましょう。金卵確定10連ガチャ3回、10連3回いきます。行くぜ。頼むよ。ほんと確定、いや来いよ、もういい加減確定ぐらい来て。行くぞ。言わないしね。頼むよ、ほんと前回のような悲惨な目には寒中水泳だけはしたくない。とまあ、よし、いきなりランスロー。とりあえずよし、当然誰やねん。あ、初めてだったんだこの人。よく、そういえば他の人のガチャで見るわ。今日どうしてもやみたいな、そういう豚さんね。止まっていい、止まって、アクドルト、おお、ほら、やっと来たって、俺の、嘘でしょ。いや、そりゃね、57連敗中だったのが一気にドカッと来たよね、これはね。これは勝ったべ。だって、アグナムートは、あれだもんね、超獣神祭のね、対象キャラだもん。超獣神祭じゃないよ、獣神祭の対象キャラだもんね。お、いいぞ。これ何ポイント、これ何ポイント、ちょ、これ計測してもらうから、基本的に。ね。やったもん、これほぼ確実に勝てんじゃん、これ。行こう。まだ20連ありますから。もう次もいいよ、3体ぐらいって。一気にさ、こう、運を取り戻してる感あるね。行こう。ここで取り戻したので、頼む。通常通り10連につき1体とかでも構わんから。出ろ。でも圧倒的勝利をものにしたい。頼む。もうパン1でダイブはしたくないんだ、俺は。頼む。おっと、止まった。よっしゃ、ベートーベン、持ってるけどな。よし、いいだろう。星5に間違いない。いいよ、もう1体ぐらい来たって。あ、マジ。おぉ、やべえ、これ、あれでしょ、武田信玄だっけ。おぉ、2体。今回順調じゃん。やべえ。武田信玄。5体すでに。これは勝ったべ、さすがに。さあ、ラスト。いやー、僕ね、実はね、アリスが欲しいんですね。今回、2匹すでに被ってるからね、持ってるけどね。あんまり星5持ってないのに被るっていう。行くぞ。ラスト。確定！来ないか。あんだけ出りゃ確定電話っていう話ですね。行くぜ！でも、最後に、いいよ。ちょっと、獣神祭限定キャラ、来よ。ね。アリス。あ、うん、マジ。止まった。わー、マクサシロー！初ゲット。やばい！俺もこれ絶対勝っただろ、今回。まだいいよ。まだあるって。まだチャンスが。ベアウルフって星5に見えるよね。うわ、おっしゃ！まさか。あ！あれだ！違うな。なんだっけ？名前忘れたけど。爆絶の、対象、あれじゃなかったっけ？いいキャラじゃなかったっけ？え、マジ？え、どんだけ止まんの？おっしゃ！ちょっと俺、汗が止まらない。白雪まで当たったんだけど。うわー、ついに来ました。そりゃね、57回連続でね、出なかったらね、こういういいこともあるんです、皆さん。諦めずにガチャロ。極端すぎるけどね。やった。これなんだっけ、名前が。パールバティ。あれ、パールバティって、なんだっけ、に、持ってないから名前すら覚えてないけど、難しいんだもん、名前が。新爆絶の対象、というか、いいんじゃなかったっけ。
違ったっけ、勘違いかな、勘違いかもしれんわ。おー、マジか、一気に、ちょっと待って、いやー、白雪嬉しい。あのね、白雪姫リボンはね、重力バリアで初めてのあれかも、俺の中ではスピードアップ、スピードアップ持ったキャラ取ったかもしれんわ。オッケーオッケーね、何よりこの人だよね、天草次郎、大将キャラやっと手に入れたわ。進化もね、神化も使えるからさ。おー、これはもう勝っただろ、さすがに。どうなのどうなのこれは。ちょっと見ましょうか、リザルトというか。うわ、テンション上がんな、これ。さすがにね、この真冬の中寒中水泳は厳しかったから、これは結構いいぞ。取得順か、取得順。はい、今回30連の結果、上から6列目まで、あ、違うか、上から12列目まで、このランスロットね、ランスロット、アグナムーと、なんだっけ、静か御前、え、これやばくね？ベートーベン、これ4体でしょ？ベートーベン、武田信玄6体、はい。天草四郎、やばい、笑いが止まらんわ。天草四郎、白雪姫リボン。あ、違う、パールバティもいるわ。パールバティ。え、1、2、3。大丈夫、もう今テンション上がりすぎてちょっと数えられない、まともに。5、6、7、8体！もう勝ったろ！これ、勝ったろ、これは。これ負けたらもう俺、ね、パンツも脱い、いや、パスリッチは言い過ぎだね。YouTube の動画にできんわ。ね、パン1で寒中水泳どころじゃないよね、もう。これは勝ったんじゃね？はい、という結果になりました。うわ、嬉しいなぁ。これ完全勝利でしょう。というわけでね、この結果がどうなったかということも含めまして、概要欄のね、動画 URL のね、説明欄のとこにありますので、うわ、ちょっと今バクバク言ってる心臓嬉しすぎて、それをね、確認いただければ詳細載ってますので。やばい、もうどう締めようこれ。結果をお待ちくださいですね。なので、みんなのガチャの動画が出終わったところで、あの、対決終了ですから、その前にね、投票は終了になってるかもしれませんけど。うわー、マジか。はい、というわけでご視聴いただきありがとうございました。僕の結果はこのようになりました。まさかね、あの、多分生まれて初めての神引きでしたね。うん、これ本当にこんなに引いたの初めてです。30連でこんなに星5キャラを引いたのは生まれて初めてでした。はい、というわけでご視聴いただきありがとうございました。またね、違う動画、次の動画でお会いしましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？よろしければコメントで感想を教えてください。あと、チャンネル登録はお済みですか？チャンネル登録をしておくと最新動画や各動画が探しやすくなりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック、スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。ツイッターとニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないとお仕置きだべー。